という媒体はキャラクター業界の若手を応援するというコンセプトでやっておりますので、編集部が蹴られるのではなく、キャラクター業界の若手、声優の若手である岡田秀樹くんを今回お呼びしました。よろしくお願いします。ブリーチしすぎましたねレイラさん、金髪大丈夫ですか？なんでこの金髪は？腹にきますね、これちょっと明るすぎましたかねレイラさん、どうですかね？なんでこの金髪は？もうさっきより強いちゃんと宣伝していただけないとすごい減るようにすることになるんですけどその辺ってどうですか？いや、ちょっと困るんですけど困るって言ってもどうですかね？あ、お願いします。怖っ怖っ怖っ、お願いします。奥に来る奥に来る。なんか縦に刺激があるの初めてやります書きます。戦闘力たったの5か、勝てるぜこれや。シュートボクシングのレナです。今日はパークライフを武力大使としてオリコンに襲撃に来ました。行ってきます。これ。お前ふざけんなよ。うおバカだなお前。ファークライフォー最高ファークライ最高ワークライフ4最高お疲れ様でした。まあ、楽しかったなっていう、なんか初めての経験ばっかりだったので、普通のゲームのキャラっていう風に思えなくなってきちゃったんで、もうゆまさんが必要な時は私がいただければなと思います。1月29日発売、パークライフ4、よろしくお願いします。